はい、これはですね、このゴリゴリ感は頭です。頭痛はしませんか？さっきしてました。あらなんか いかにも頭痛してますよっていう親指です。指はいろいろな取り方がありますが、首から上、これが頭で、こっちの2本が目で、こっちが耳で首から上ですよという取り方をするのと、他にはこれが肝臓、肺とか気管支、胃の調子、胆の、腎臓から膀胱へかけて、医学的根拠は分かりません。ただし胆の摘出とかって知って手術をしてたりする人は、この指に元気がなくてこういうふうにこう曲がってたりするんです。ちょっと気になるのはこの人、ここの指実は元気ない。胆の系かな。そんなことはないと思いますが、肝臓のコブ、いろいろな表現はするんですけど、あの大雑把に肝臓のコブみたいなもんです。さっきのこの粘骨、この腎臓膀胱系とはちょっと別ね、背中から腰ですよというふうに僕は取ります。美人になるツボ。美人じゃない人は美人に、美人の人はより美人に、はい、どうしましょう。じゃあよりの方でそんな愛想尽かすなよいるねって僕は言うんですけど、別にここになんか悪いものがついてるとかそういうことじゃないんですけど、でもうまく説明できないんですけど、まあ肩で、この人は肩がないんですけど、いるんです。これここは腰とも取ります。かかとどっちがどっちとかってことじゃ、僕はどっちがどっちということじゃなくて、かかとは腰と取ります。それと女性の場合は婦人科系と取ります。でこの人はここにいっぱい外野もいるんですけど、この人の場合はもうやっぱり婦人科系がちょっと弱い、生理痛で、この感じだと、ちょっと生理不順な感じがないか。結構普通にちゃんと、あ、ちゃんと来てる。あ、いいよいいよ、それは言ってくれれば生理痛は大丈夫。生理痛はひどいです。痛いですけど、ちょっとじゃあそっちと取る。あの、私はインチキなのでそう当たらない遠慮しなくていいんですよ。ただこれそういう意味で言うと生理不順が結構ひどいんだと思います。まだこう、お医者さんじゃないんでいい加減ですよ。全く医学的根拠も全く何にもないですからね、そこだけは力入れて言っておきます。これでなんとかでとかって言わないでくださいね。それでなんかしようとも全く思ってませんからね。ただちょっとかかとがね、硬いというのか、いるというのか、本来の状態じゃないんですよ。で生理痛がひどかったりすると、まあ女性生理痛ひどい人多いんであれなんですけど、まあうん、何もない時はジョギング用のスニーカー、そうするとここのむくみのこのラインがスッとして、はい、顎がヒュッとなるよ、はい、リンパの流れというか、よく、まあ、みんな言うんですけど、この痛いのは純粋に足が疲れてますねというのと、はい、三里のラインね、足、胃の調子なんかも表しますが、ちょっとやっぱりむくむなっていう感じが正直あります。これは生理不順から来ているような気がします。またいい加減な話でインチキですよ、何にもあれですからね。ちょっとかな、この人足とても張ってます。もうあのかかとの高み、硬い靴が好きなのね。何度も同じことを言いますが、何にもないときは足が喜ぶような靴を履いてください。そうすると、それこそ生理痛が軽くなります、はい、運動はしません。学生のときはしてません。何にもしてない。はい、うん、じゃあもうちょっと野菜を食べてください。はい野菜野菜野菜、はい、
ポテチばっか、商品名ってかポテチばっか食べててはいけない。わかりました。そう、あの人か。食べてます。はい、食べて、はい、また選挙じゃない。老廃物が溜まってますね。硬いね。え、前足つぼやった時も痛くなかった？足つぼ痛かったですね。足裏の、うん、この辺の感じが痛かったなと思ったんですけど、はいはい、うん、ここはまあ純粋に疲れてますねっていうこともあるかな。